るまさんありがとう。寒いね今日めっちゃ。今も雨降っとる。音聞こえる。音、雨の。みんなのとこも降ってます雨。頑張ろう頑張ろう。だるまさんありがとう。あ、関東は明日が雨か。めっちゃ寒い。びっくりした。本当に寒すぎて。広島結構降ってるはず。音がね聞こえるんよ。めっちゃ今日はめっちゃ雨じゃないね。びしょ濡れで帰った。そうだよね、寒くないか心配してたよ。でもね午後のね夕方ぐらいになんかもう信じられないぐらい寒くて、自分の中でねめちゃめちゃ寒くてなんかもう耐えられなかったの。なんかなかなかさ、そんな寒さでもうやばいみたいなことないのに、もうめっちゃ寒くて、そう、それでもう旬で落ち着いたらあったかいのをこうあったかくしてぬくぬくして、そうびっくりするぐらい寒かったね。風邪ひいてんじゃん、わかんないけど、その体調の多分なんて言ったらいい、暑くなって寒くなったから体調が普通に悪くなって寒かったのかもな、よりわかんないけど。でもそれで休んでちょっとだけ仮眠取ったら治りました。やっぱ天気のせいかもしれないね。なんかぐったりする感じ。だるまコロコロしとる私の周りで。コンペートマークさん、トトイありがとう。ドラガンさん、だるまありがとう。シャッシーさん、だるまありがとう。マスタング大佐さん、ハートありがとう。福ちゃん、だるまありがとう。ナッピさん、だるまありがとう。そっか、こんばんは。だるまさんからな。いいね、だるまさん。だるまさんね。こんばんは。受験です、いらっしゃい。うどん美味しそう。確かにうどんでも今日食べれてないんよ。どん兵衛のカップ探したけど、近畿地方と中近畿中四国限定。そうなんだ。なんかなんでだろうね、なんで限定なんだろう。もう、そう、モバメの4年前はね、あれゴールデンウィーク中の私の、だからもう4年も前かもう4年も前か、あの写真は。悲しい、なんかもう4年経ったんだ、あれから。4年も経ったっけ。もまめでね、私結構何年か前の写真をたまに送るんですけど、今日4年前の
4年前の私でしたね。でもなんかあの写真そんな子供っぽく写ってないよね、たまたま。中3、そうね、中3の頃の写真、子供っぽかった。あれ私の写真の中ではね、あんまり子供っぽくなかったんだけど、写りがうん、あれ西島エイリアンランチ、そう、成長感じ、まあ確かに、あれでもメイクしてないんよね。なんか本当になんかね、なぜか覚えてるの、あの日の朝は本当に寝坊はしてないんよ。スマホはプリクラとか、うん、スマホは何も挟んでなかった。なんかね、そのねむこちゃんのなんか可愛いシールみたいなのが挟まれてたんですけど、まあ、許可なしやけん一応隠したかぐらいの自分だったら全多分ね、あの時の私の携帯はね、パワーパフガールズの、あ、え、合ってるかな名前、なんかキャラクターのやつがあの時好きだったんですよ私。あれのスマホケースを使ってたと思う多分。ねむこちゃんのやつはね、全然な、まあ大丈夫なやつ。うおー、泳いでる、かわいい。トシさん、ハートにタコちゃん、ありがとう。ドラゴンさん、だるまありがとう。セキュリティ意識、そう、一応ね、モモのものだったら全然いいんだけどモモちゃん最初からその、うん、私ガラケー使ってました。そう、ガラケーだよー。わー、親イドルかわいいミミンさん、だるまありがとう。エトさん、タコありがとう私はね、覚えてないんだけど、小学校3年生かな、歩いてない、ん、私泳いでるって言ってる歩いてるか、銀だこじゃなくて金だこ、え、銀だこって言ってるやばいやばいやばい。パーパフガールズね、可愛いな、ね、あれ私今頭がね動いてないかもしれない。さっきからね、なんかね、配信する前もね、なんか日本語めっちゃ間違いまくってたんだよね。さっきか、やばい雨のせいだそう、銀だこはたこ焼き屋さんやな寝ぼけてないよ、起きてから結構経つよ。でもあれ雨のせいそう、ぽよってはないけど、ぼーっとはしてる、頭がまだ。お腹空いてない。ああ。頭の回転がね、やばいやばい。何話、あ、そうそうそう、携帯の話か。あ、多分ね、小学校3年生やった気がするけど、間違えとったらごめんね、にあのママとおばあちゃんぐらいしか電話できない、あの子供携帯みたいな知ってる、こんなやつに1個しかボタンがないあの子供携帯、そう、キッズ用の、もうね、多分ね、電話番号登録がね8個ぐらいしか、8個もできたかな、本当にね。そう、あ、そうそう、防犯ブザーついとるやつよ、時計型のじゃないよ、普通になんかこんなやつ、こんなやつに1個ボタンがついたあの子供携帯。メールはね使えたかな、どうやったろうか、こんばんはなりキッスしてる人絵文字でキッズ携帯ってやつ、そうだね、キッズ
つ形態を小3でゲットし、小2か小3でゲットして、でまあママとかとしか電話してないから、まあほぼ携帯、ほぼまあ親としかそう、まあ持たされた、まあそうですね、持たされたって感じだった。で多分ね、小5でガラケーをゲットしたんですよ。チャッチャラーンってね。ガラケーはね白でした。キッズ携帯は白にピンクの枠が入ったあの携帯で、で小5でゲットしたのは白のガラケー。そう時代やな。やっぱさ、連絡取れんと危ないやんな。最近、最近っていうか前から思うけど、心配よね普通に。塾とかで習い事、そう塾とかで私は週3ぐらい行ってて、夜が8時とかだったので、お母さんにとかパパに、ママとかパパにパパにあれなんよ、あの連絡いるじゃん、迎えに来てほしいとか、まあ、自転車でね帰った時もあった。めっちゃね泣きながら、泣いてたから、いやでも微妙に泣いてたな。泣きながら怖くて、あの幽霊が、その時、その小5の私は幽霊というものが怖くて、あの自転車で帰ることをすごい怖く感じながら、じゃあ自転車ブンブン漕いで帰ってました。小5とかってね、まあ一番そういうの怖いやん。何教科、塾はね別になんかね、そんな進学塾じゃなくて、私はまあ進学塾とか言ったら追いつけなくて、あの逆に私がもう無理になってしまうってお母さんも分かっていたので、もかが言っていたところは自分のペースに合わせてくれる個人塾ですね。今は幽霊怖くないの？でもなんか幽霊の存在は信じてないよ、私信じてなくて、それで、でもそういうホラーゲーとか、ホラーゲームとか、本コアとかそういうのめっちゃ苦手で、今はできない、見ないし、やらない、ゲームも、ホラーゲームの実況も見ない、もう何も見ないっていうぐらい、そういうのは怖い。でもおるとは思ってないね今のところ。なんかわかんないけど見たっていう人もいるから。でもなんか、金縛りないですね、なったこと。あとあのなんか霊感ないってなんか言われたことあるので、ホラーで、あ、ホラーゲームのことです、ごめんなさい、ホラーゲームのことでした。そう、ポケベル、なんか聞いたことあるぞ。そうですね、土佐塾とか行ってないですね私は。ガチャは霊感ない、一番。そう、じゃあ逆にさ、霊感ある人さ、見たことある人さ、どんな感じ、どんな感じ。この間も聞いとったな、小人見た人いるって。なんか雰囲気ある。こんばんこんばんは。聞いちゃうんだね。だって個人的にはさ、見たことないから、信じてないから、もし見たことがある人がおるんやったらどんな感じか聞きたい。今のところね、気配を感じたっていうのは聞いたことあるんよ。
なんか見たっていうか気配を感じたり、なんか物音を聞いたりみたいなことはあるんですけど、なんかその実際顔を見たとか出会ったとかはまでは私の近くにはいないのよ。それで怖くなるの。でも多分ももには見えんのよ。ももはもうなんか本当にね怖くなっていつもパッパッって部屋を見るんですけど、あ猫確かに動物なんかよくわかんない方向こうやって見てるよね。金縛りにあったんだけど疲れてるのかなって思ってそのままた考え方にもよるかもね。私もなんか物音とかがしてもね、私ねあなんか物が落ちたんやろうぐらいに思うんですよ。だからそれを心霊現象って思うか、ただ物が落ちただけって考えるかどっちかよね。私はなんか気のせいかなって思っちゃう人だから。でもそういうゲームとかお化け屋敷とか苦手。見間違え、どうなんやろうね。ほんとわかんないけど、変なお札が貼られて、お札大丈夫、今はいないってこと。お札貼られてた。何6周年のコンサートのセンターにこび足でしょお化け屋敷は苦手なの。うん苦手。なんか驚かされたら怖いじゃん。なんで驚かすあのいつ絶対に来るみたいなやつがもう苦手。みんな苦手やろうけどね絶対。合宿中、ああ合宿中あるよね。よくなんか私の小学校の時の合宿中に幽霊見たって言ってめっちゃ怖がってる女の子たちがいたの覚えてる。なんかねその合宿の場所にね、なんかね白いね像があったんよ。像ってその白いなんかなんとか像みたいな感じであったがのが原因でみたいなみたいなことを言ってたんですけど、私は見てないのでえ、静岡みたいな、そう怖い話です。そうなんや、今ん何かわかんないけど、タコちゃん、タコちゃん心霊写真私持ってないね。私ね、しゃが携帯のスマホのねフォルダーね6万枚か7万枚あるんよ。自分の自撮りばっかりなんですけど、なんか本当に昔の中学校の時の写真はあんまりないのに、友達と撮った写真ぐらいしかないのに、アイドルになってからやばくてもう6万枚とか7万枚あるんですけど、もうその中には心霊写真は一枚もないです。私の顔しかないそうもう消したいんですけど面倒くさくて、それで溜まってってみたいな。別に自分の自撮りとかさいらんからさ、私は自分のはね、だから いらんのんやけど、もう消すのが面倒くさいけど、私は結構撮るから、あのこの時可愛く撮れたとか、なんか漏れましたって時はテンション上がる。自分が生、そう逆に私がホラーよね人物画があるホテル苦手。なんか顔目合うじゃん気まずい気まずい。
単独のホラー企画が見たいってリクエスト。なんでそんな意地悪すんの？もうそれ出ないからね。なんでそんな意地悪するの？ひどい。明日ももうそれしたら1ヶ月ぐらい寝込んでみんなの前に現れらなくなるからね。物写真張りまくってるけど怖くない。ありがとう。販売してほしい。いる？そんな他の写真。断れるね。写真集100冊、私の自撮り集めたら確かにめちゃめちゃあるからね。桃の写真何枚持ってますか？6万を超えてたり。重要な写真とか別ホルダーに行こう。いやー、それがね、それもねできてないからね、こうやってねこう頑張って年月探し合ってる。6万枚の見放題でも桜花のやつさ、あれよ、表情変わらん写真とかも名前もあるから同じような写真多いかも。山奥のトンネルとか、あー、むしろ君肝試し。私しないね。なんか逆にそういうとこに行ったら、なんかもし本当に幽霊がいた時になんか申し訳ないくない？遊びに行ってごめんねって思うから、なんかねそういう心霊スポットみたいなところにはね、まあ苦手やから行けないっていうのもあるんですけど、霊に対して申し訳ないので行けない。なんか遊び心で行くから自分がそうやって見て怖い目に遭うんじゃないかなって思う。そうやってそう遊び半分で行っちゃいけんのよ。それ例えば廃墟の病院とかはなんか行くダメ、行くのはそういう肝試しとして行くのは良くないと思うんだよね普通に。そう個人的にね、トンネルとかはまあ分からんけど、なんか確かにトンネルでもね、なんかね遊び半分はダメだよ多分ね。だから怖くさ、そう怒らせちゃうよ多分。そういうなんか分かんないよ、めっちゃ適当に言ってるんですけど、もう怒ってるの、なんで遊び半分で来るのここに、おらーっつって、そうなるんですきっと。分かんないけど、分かんない、人が来た方が幽霊さんも楽しんでるのかは分かんないけど、どうなんだろう。寂しいから言ってくる。確かにね、オラって言ってるのは見たことない。怖い。あ、可愛い子が来たって喜び、いや喜ばんやろ、遊び相手来たで、まあ、それも思ってるかもしれない。私はでもなんか自分がその死後の世界は私は輪廻転生があるって信じてるから、信じたいから、そう座敷わらし、怖いじゃん。幸せになれるとしてもさ、知らん女の子がさ部屋におったら怖くないですか？恐怖って
ももちゃんは人生何周目？3周目？まあそう、私多分アニメで転生見てるから信じたいんよ、単純に。あ単純にね。前の前世なんかな。でもあれよ、でも転生があったらもう人口は溢れてるぞ。分かんない、世界があるっていう設定なら分かんないけど、先生何しよっかな。カメムシ？いや、私がもし来世カメムシになったらみんなの頭に飛んでいくからよろしくね。だからもしカメムシ頭に飛んできたら私だから。待ってます、やめて、待たないで。叩かないで。あくそう、みんなも転生してるかもしれない。そう、私携帯の話しよったよね。カメムシが何か。カメムシですかね。大丈夫、カメムシ界でのアイドルになるから。来世桃色のカメムシになって転生するわ。さばかれるわ。涙、痛くないんだっけ魚って。カメムシ48のセンター。いや、なんか舞台上にカメムシがフォーメーション作って踊ってたら私だから。あ、人間として生まれ変わることが輪廻転生。そうなの、桃色のカメムシ逆にか、嘘。カメムシ選抜に入るわ。22時過ぎても配信できるよ。でも22時になったらちょっと小声になる。寒い、ちょっとさ、こたつつけてもいい？ももさんタイムですか？じゃあ今から小声モードになってしまいます。なぜなら夜遅いからです。ちょっと待ってな。いや寒い、ここでこたつを使うとは。午後10時をお知らせします。
今日は雨ですが、皆さんの体調はいかがでしょうか。お布団に入ってぬくぬくしながら明日も一日頑張りましょう。ハーフツイン、分かった、ハーフツインするわ。こたつを考えた人本当に素晴らしいと思います。こたつを考えた人。明日高い、よかったよかった。明日は4度高いそうです。なので今日よりはあの暖かいということで、これから春夏楽しんでいきましょう。私が今行きたい場所はお花畑です。お花畑に行って映え映え写真を撮りたいです。今までお花畑に行ったことは、あ、コスモス畑ぐらいしかないので、チューリップとかアネモネ、アネモネだっけに行きたい。あれ違う、アネモネじゃない、なんだ、なんだ、あれ水色、あれあ、ネモフィラ。全然ちゃうやん。そうですね、あのネモフィラですね、申し訳ございません、あのめちゃめちゃ違いました、ネモフィラです、青いやつです。そうですね、あの STU らしさを感じられるような、その青い、なんだ、儚いようなお花ですね。こんな色のケープなんですけど、こんな、こんな色のお花ですね。しかネモフィラ覚えられないよね。でも好きだよ私ネモフィラ。アネモネってやつもあるよね、聞いたことある。茨城県のやつにいたん、いいね。かすみさんもね、いいよね。桃の花見たこと、高知県、高知県ですね。どこにあるのかな。寒い、あったかいよ。なんかね、冬も寒いんだけど、なんかじわじわくる寒さで、今日の寒さすごい苦手。私なんかめっちゃ寒い、なんかゾゾゾってくる感じの寒さがあって、すごいなんかやだ。おこ、風じゃない、違うと思うけど、なんかもう、そう、なんかその寒気みたい、風邪ひいた時のこの寒気みたいな感じがする寒さ、風邪ではないと思うけど、そんな感じの寒さなのよ私今日。それがめっちゃなんか嫌で、うん、大丈夫、うん、全然。多分なんかね、そう、昨日はあったかいのに急に寒くなったからね。あったかいうどんいいね。もう夜だね。アイス食べたいな。レイ連れてきて、連れてきてないよ。だんだんさ、そうね、風、皆さんも風邪をひかないように気をつけよう。ゴールデンウィーク前に風邪ひいちゃったらさ、ゴールデンウィークみんな寝込まなきゃいけなくなるので、ゴールデンウィークみんなで楽しむためにも今を乗り越えよう。そう、広島ね、そうなんよ、世羅町、世羅のところに行ったらあるんよ、いっぱい。ゴールデンウィーク行っちゃうとね、あのね、すごいくらい人が多そうなので、今すぐは行けないんですけど。
持って風邪いくの。そうな、お風呂に入ってラワーフェスティバルね、あれ今が見ごろ。そうなんよ。あとひまわり畑も行きたいな、夏は。サミット編集家あたりね、なかなか高知帰れそう。なんかあのね、8月から帰ってないんですよ、高知に。いや帰ってないっていうか帰れてないが正解なんですけど、なんでかっていうと私は親友ちゃんと遊びたいから帰るんですね、よく高知に。イコール親友ちゃんたちは学生であり、土日しか空いてないと。そう考えた時にももが土日休みの日はほぼないんですよ。ほぼないんですね。そうなんですよ。だからそう平日が休みの人なので、タイミングないなーって思ってたら1年近く経ちそうになってます。でもなんか、あ、しかもそうなんよ、友達はみんな受験をしてたので、そうだからそれもあってあんまりその向こうもね、あれよ、頑張ってる時に遊びに行くのもなって考えた時に、そうだから行くとしたらそろそろかなって考えてます。あとはあれだね、夏休みとか、でもね1年近く会ってないんですけど、みんな LINE してくれるからなんか普通に会ってる感じで、そうなんかねむこちゃんとかだってそれ絶対 LINE ですることじゃないっていうぐらい、その時のこととか話してくれるぐらいなんか、そうすごいなんか隣にいるような感じで LINE してくれるので、そうなんや、なんか普通に会ってる感じで今生きてます。例えばどんな、なんて送られてきたかな、なんか本当に横にいるみたいな、なんか LINE では送らんよなみたいな内容が多いんですよね。なんやろな、なんかでも普通に今電車乗ってるって送られてきて、あ、今無事に着いたみたいな。その時の報告をしっかりしてくれる感じ。今休み時間暇みたいな、暇だから LINE できるみたいな、そんな感じです。そう、その移動の報告とか、その時のこと、自分のことが来る。アニメ、いやアニメあんま見てないと思うよ、私の親友ちゃんたち。キッズ携帯もなんか、なんかね、子供っぽい私が言うのもなんですけど、ねむこちゃんはなんか私親目線で見てる気がする。最近よかったねって思う。しゆちゃんからはももって呼ばれてるよ、みんなから。ねむこちゃんだけもも、うんですけど、GPS アプリ入れてもいいけど、恥ずかしい。そう、親とかでなんか見守るというか、そんな感じです。私の方が
遅いのにね、生まれてる。社会人の友達、いやいや、でもなんかモモはもう学校に行ってないからよりそう思うのかもしれないんだけど、なんかお友達できたことを喜ぶ。私が友達できたって、お、待って、今 LINE 来とる。でも気づいてないかな、配信してるのは。今ちょうど今ね LINE が返ってきたんだけど、たまたまたまたでもなんて返ってきたか見えなかった、通知しかなかった。あ、今来とる。なんて書いてるかな、ちょっと待って。いや普通にスタンプが送られてきた。なんか言葉とスタンプが送られてるはず。待って、帰り、ただいま。多分帰ってくると思うけどな、すぐ LINE。 ただいま先生。その服か、この服かわいいでしょ。そう、送った一瞬。そう、一瞬で離れてると思う。そう、最近なんか私もねむこちゃんと恋人説出る。黒って、いや LINE 返ってきてないね今。携帯の話からここまで話が飛ん小5のガラケーからつながってった。みやんさん、タコありがとう。みたさん、ハタありがとう。美様さん、タコありがとう。恋してカップさん、ハタありがとう。みみんさん、タコありがとう。おちたろさん、ハタありがとう。てびだんごひこにいさん、ハタありがとう。たかちゃん、ハタありがとう。はるさん、タコありがとう。ぴよちゃんも、あー、わかんだ。エチオピアまんじゅさん、ハタありがとう。えとさん、タコちゃん、ありがとう。おばめの写真の調子、よかった。でもなんかね、いちごの写真今日はメールで送ったんだけど、その写真がなんか、その写真が、うん、あれよ、なんて写したっけ、そう、うん。あ、そう、いちごの写真があんまうまく撮れてるのなくて、なんかあれしかなかったんだけど、あとは友達の顔が写ってたから、親友ちゃんたちの顔が、いちご単体で撮ってる写真があれしかなかった。4年前の私は、あの時の写真は14歳ですね。3分の1が早いよ、今年も。こないだなんかハッピーニューイヤーってして、前髪長くちょっと伸びとるよね。大人になったんだね、みんなも親目線、私のこと。大きくなったでしょ、やっぱ中3とかから入ってるとさ、よりなんか大きくなったなって感じるよね。なんか高3とかで入るよりもさ、多分なんか大きくなったなって思うよね。多分よりさこちゃんとかよりみんな思ってるんだろうけど、今の新しい子たちとかもね、ねえ、あっという間にね、夏過ぎそうだよね。
出会ってから見た目大人っぽくする？去年の連休の時期大変どうだったっけな。でも確かにお、なんかいろいろ言ってたっけな。めっちゃ言われる、なんか大きくなったねってそう、そう、私は身長1センチぐらいしか伸びて、そう、春夏秋冬って言ったけど、いいね。なんかでもなんかね、私さっき写真を見返しとったのね、みんなにメールを送ろうと思った時に、なんか何年前の今頃送ろうかなって考えた時に、なんかね、そう、いろんなイベントが中止になっとった時のところとかも懐かしいな。そう、コロナの期間だから結構イベントが、今度だって出らしてもらうさ、なんか5月5日のフェスも去年は中止になったらしい、なったから、そうそうそう、こんばんは。イベント戻ってきたよね。来てくれるってね、むこちゃん。今度は中二の写真また送るね。中学生の頃も、小学生の頃携帯スマホ持ってないからあんま写真ないんだけど、中学生はある。なんて見に行くよって来たよ。オンラインとして仲、まあね、オンラインである良さももちろんあったよね。もちろん会いたいっていう気持ちは大きかったけど、遠くからでも話せるっていう良さもあったよね。なんかだから これから両方あったらいいのになって思う。なんか会えるイベントもあり、ちょっとオンラインもあるみたいなの方が、なんか両方あったらいいよねって。確かに寝れるね、寝れるし、そのやっぱ遠くに住んでる方とかね、お近づきになるさあ、リアルの話し会とかね。握手したいね。半々ぐらい、まあそうだよね、両方いいよね。残りそう、確かに残りそう、ちょっとは。あ、オンラインサイン会ね、でも人気だよね、サイン会、あの写真のやつ。仕事の合間、それは確かに、なんか仕事の合間はいいよね。なかなかそれだと直接やったら無理やんか。少し話してたけどこんなにも好きになると思うのありがとう。で、そろそろ来るかな。ねむこちゃん誕生日だから来たらお祝いしてあげようね。ちょっと今おったら気まずいけど。そうなの。出てこら。見に来るって言ってたけど、どうやろう。
すんじゃなくならおるよって言いそうやけど。サイン会はこんばんこんばんは。親友の、あ、そうそうそうなんよ、私のコーチの親友です。え、待って、来てる？嘘、どこ？あ、来てくれてる？え、待って、みんななんで気づいてんの？待って、なんで、なんで気づいたん？うわ、すごって言っとる。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディーねえむこちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。そう、私コメント気づけなかったんだけど、待って待って待って、やばい、待って待って、見逃しちゃった。おめでとう。ね、画面録画し忘れたらそのねえむくちゃん、じゃあみんなでね、この配信を見ながらみんなも歌ってください。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアねむこちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、どう？できた？おめでとう。ハッピーだー。すごいすごい。おめでとう、おめでとう、おめでとう。あ、いい日です。とっても幸せ。いいね、19歳だね、大人よ、ほんと。そう、さっきはねむこちゃんに誕生日のこと言っていいって送ったんですよ。そう、いいよ、見に行くねって帰ってきたので、ねむこ生誕祭、そうですね。ねむこ生誕、当日誕生日です、今日が誕生日です。私は昨日の夜中の0時にアニメディアを急いで書いた後にねむこちゃんにねむこちゃんに送りました。あ、てか LINE で送っちゃったよ。どんな一年にしたいですか？手紙、いや、ここで手紙はコーチに帰った時に直接あなたに渡しますので。こんなこんなところで私は読めない。ちょっと待って。
来年のこの日はね確かにみんなね誕生日結構覚えてくれるもんね。みんな寒くなったかくしてありがとう。ケーキ食べたんかな。食べたケーキ。初任給の日25日チョコベリーのチョコとベリーのケーキ。へえ。チョコとベリーのケーキすごい。チョコが好きなのか。世界ペンギン。世界ペンギン。そうねむこちゃんは早いので誕生日が。そう。私より結構お姉さん。だけど私は親目線でねむこちゃんを見てる。寒い。お姉さんです。しっかり者です。本当かな。じゃあ今度私が高知帰った時にはしっかり汽車の時間を見てもらって案内してもらおうか。19歳のお姉ちゃんだからね。小籠包、一瞬小籠包。一緒に迷う準備はできた。迷いそう。前髪勇気ですか。よろしく。本当よ。安否のママも今日誕生日なんだ。ママさんもハッピーバースデーだねー。目的地はたどり着かなきゃ。迷ったら車で駆けつけ。免許ないけど。やばいやばい。ないのに乗ったら。こんばんこんばんは。見かけない。そう見かけない。私免許取らんよまだ。怖いからね。まぼろしさんありがとう。ルームヘアさんありがとう。西野みのりさんだるまありがとう。かっこゆうさんかわいいありがとう。にゃんさんとかありがとう。ゆたさん応援してるありがとう。えびさまさんとこありがとう。車で あれになってる。あ、おデートね。おデートできるように運転なる。連れてってくれるらしい。すごい。ナビは任せな。私いつもママのナビ係なんでね。最近ちゃんと一方通行とかも見てナビれるようになってます。
はい。寒い今日。案内してみて。案内して。交通ルール、え、めっちゃでもなんか、すっごいなんか免許も取ってないか分かるとかじゃないけど、大体なんかなびってたら早く再開してほしいみたい。帰るね早く。土日休みがなかなかなくてね。だからマネージャーさんに言われたよね、めったに帰らないよねって。そう、みんなね、他のねメンバーとかはやっぱり普通に平日でも帰ってるから多分全然帰れるんですけど、私は土日をすぐ探すのでなかなか帰れません。そう、広島路面電車あるからちょっと車難しいと思う。そうなのね、新幹線で行けたらすぐ日帰りでも行けるんですけどね。九州とかやっても結構遠いけど新幹線使えばね行けるからね。めちゃめちゃ遠いね高知。そうそうね、お母さんと暮らしてるから、そう、そんな寂しいとかないけど、でもまたゴールデンウィークにパパが会えるらしくて、もう結構ね最近1ヶ月単位で会えるっていう、今までの中で一番会えてるんですよこの3ヶ月だから。そう、帰ってくる。うん、楽しみだね。お姉ちゃんとはこの間ね会えてないんよ。でもね、お姉ちゃんとは結構会えてるから、最近会えてないけどめっちゃ開くことはないからね、嬉しい。そう、高知で仕事があればね会いやすいんよみんなに。なかなかないからね高知だと。8月帰ったのもだってそう、仕事があったから帰る。都内大体そうね。でも姉ちゃんもそうフェスとかに出てるから会えないことは多いかも。ねむこちゃんゴールデンウィーク何するの？今おるかな？おったらでいい、大丈夫なんやけど。おねむおねむ眠いちゃった。てかなんか雨のせいでこうなるへーってな。共演あるね。えバイトするの毎日？ゴールデンウィーク全部の毎日バイトするのね、リアルな返答が来た。回答が頑張ってる、慣れた、結構リアルだな、その学生のリアルだったね今すごい。私もイベントに出るからね頑張ろうね。一日だけ、なんで休みなよ、えらい、1日だけ休み入れたの。あ、楽しいの。楽しいのね。バイトでお友達できた？
楽しいらしいです。すごい珍しいよ、バイト楽しいっていう人はなんかあんまり見たことない。バイト行きたくないしか聞いたことないな私、友達珍しすぎてびっくりした。逆に普通やったらもうやめたいって言ってる子ばっかなのに。優しい先輩しかいない。いいじゃん、よかったね。もうねむこちゃん、もう怖い怖い先輩がいたらこうやってよなん言われてたら嫌だからね。やめたいけどお金がないからやめられない。そうだね、普通は多分そういう子が多いんだろうけど、人徳、うん、でもこちゃんみたいな子さ、普通に私がバイトの店長とかだったら、バイトじゃないその店の店長とかだったら絶対来てほしいもんな。元気がいいでしょ、笑顔がいいでしょ、で本当に優しさがにじみあふれてるので、もう一目でもう可愛くていい子でしょ。そう、大学1年の時3日でバイトやったら合わんかった。それが私何のバイトしたいかなと、私何のバイトしたいやろう。わかんないよね。モモン株式会社私何の会社建てるんマック、でもマックめっちゃ忙しそうなイメージあるんだけど、引っ越しのバイト、厳しいんや。いや本当人に恵まれてる会社が一番いいよね。だってもうそこよね。だって私もさ、なんか会社入るって言ってもなんか怖いもんな、なんか知ってる人がいるところに入りたいなって思っちゃう。図書館のバイト、いいね。お魚の飼育のバイト、ひよこのオスメス分けるバイト、おお、すごいね。分かるん、オスとメスってそんなに一目、なんか難しいんじゃなかったっけ、そんなことなかったっけ。あんちゃんな大感じありがとう。難しいよね、ひよこのオスメスなんかプロみたいな人のイメージなんだけど。ひよこ鑑定士、塾の講師も、いいね。そんなケンタッキー、ケンタッキー、これこのマーク、みっちゃんはめでるわ。ないよ。新人歓迎会、ジョジョ園でしてくれるの。ひよこってね、ダメだ。もっちゃんの髪を乾かすバイト。VTuber？
VTuber やり方が分からん。棒持って、すごい。道路でカウント、冬だったらしんどいんじゃないかな。ねむこちゃんの働いてるとこはあれなんかな、忙しいんとやっけ。ニモース見た。そう、私炎のオーラがあるし、あるかなあるのかな。社長秘書似合うかな。めっちゃミスしそう。秘書検定みたいな取らなきゃいけない。会社の受付、受付嬢ね。忙しいか、暇よりはやりがいがある。すごい、なんかもうあれじゃん、素晴らしいじゃん。向こう言ってることがめっちゃ素晴らしいんだけどすごいやりがいがあるなと思う。ピカピカ社会人だね。忙しいよね絶対。でも意外を仕事で感じられるのは本当に素晴らしい。暇だと時間が経つの、そう、わかる。私もなんかね、そのレッスンとかをめっちゃある日も大変ではあるんだけど、なんか逆にそのレッスンを見る方が嫌かも。例えば見る仕事とかないけど、なんか自分もやりたい、踊りたい。体を動かしたい。変に休憩時間とか長いと体がぐったりしちゃうのよね。うん、待ってる時間よりレッスンはそのそう10代のキラキラしてる日曜会話みたいな。そう、ずっと座ってる系のね仕事はちょっと苦手かも。でもあれとはいえ重いもの持ったりするのも大変やしね。仕事は甘くないね メガバイトちゃん、タコありがとう。ミンミンさん、だるまありがとう。ユウさん、だるまありがとう。ピアノピーさん、タコちゃんありがとう。テルさん、ハタありがとう。どちらも腰が、そうだね、どちらもどちらも大変。もーちゃんがアイドルだけど、いや、もーはね今が一番合ってると思うのでその頃の俺に聞かせたい、いいよ今からだって遅くないよ。二人とも偉い。か。
わらなきゃね。まだだ、まだ大丈夫だよ。まだ大丈夫。楽天も出る。ありがとう。今日も帰るよ。ありがとう。今何時だ。こんばんは。黒丸黒丸49分か。55になったら読みますね。ねむこちゃんの前向きな言葉を胸にしごめん応援しております。大丈夫、もうちょっとで連休だから。はい、最近お風呂入るのが遅いから頑張って入ろう。雨が止まないね。止まないよね。明日も雨かな。頑張りましょう、頑張りましょう。頑張って入って、頑張る。ねむこちゃん、今度帰った時に美味しいもの行こうね。いっぱい祝ってもらえたからきっといい一年です。ありがとうございます。偉いね、お礼も言って。偉いね。いっぱい食べるね。この後お風呂入って20分かけて髪乾かす。もうね、大変よ。頑張る。絶対いい一年なるよ。今日は玄関ないよ。親目線本当に私もまだ子供なのに じゃあゆっくりね。さあ昨日ね、あのね、原稿のあれを、原稿、あのアニメディアの原稿を書いた後に、あのあれを、なんかもう一個覚えなきゃいけないものがあって、それやっとったら3時ぐらいになったのね、寝るのが3時半とかだから、ちょっと今日は頑張ります。覚えるものはないので今日は。短時間でよく頭の中でね、ちょっと作ってたからっていうのはあるかも。おはようツイートは、なんか今日はね、何時に起きたっけ、9時何分とかなんですけど、おはようツイートの時間だけパッてアラームかけて起きて書いた感じ。ただ起きれない時は結構あれなんですけどお、もうお母さん母
ぱい寝てね、ありがとう。そう、それから9時何分までちょっと寝れて、そこから起きて仕事に行きましたね。そう、ぽやぽやしながら。そんな思いでツイートしてくれたら全然よ。しっかり休み、休むね。眠い。なに、ネモフィラカレー、どんな味なんじゃろ。味が噴火。土来る前につぶやいてるか見に行っちゃった。嘘。可愛い写真といい感じの一言見ると頑張れる、よかった。めっちゃ可愛い、ありがとう。久しぶりのこたつぬくぬく配信でした。寒かったからホットミルクめっちゃ飲めたい。今チョコレートあるかな、家に。牛乳もないといかんやん。めっちゃそれ飲みたいって思った。ここは AR かな。では読みます。10歳のノリさん、あとマカキューマイパスタさん、ありがとう。ジンの福ちゃん、ありがとう。ジジのひなっぴさん、ありがとう。ジュのあゆに D さん、ありがとう。キーのドラゴンさん、ありがとう。転生しても大好きなおもちゃ楽しく過ごして菅さんね。ジのミキシバさん、ありがとう。7位のフミヤとマカウフフさん、ありがとう。6位のケンソンさん、ありがとう。いつも配信してくれてありがとうって書いて、ありがとう。5位のマピアノッピさん、ありがとう。ねもこちゃん、おめでとう。2人の関係最高、おめでとう。4位のくぼずんさん、ありがとう。3位のアザースさん、ありがとう。2位のエイトさん、ありがとう。1位のモーカしか愛せないマッキー患者、モーカが大好きだ。あ今日は嬉しい、ありがとう。また直接叫んでね、ありがとう、ありがとう、みんな。おめでとうね、ねむこちゃん。配信1時間、約1時間半ぐらいか。ありがとう、みんな。おやすみ。また明日ね。バイバーイ。タコ泳いどる。カンツさん、タコありがとう。泳いどる。ありがとう。Thank you。あ、泳いどるんじゃない、歩いとるんやった。間違えました。またありがとう。またね。またな。バイバーイ。